魔人です。皆さん、サーフィンしていますか？ということで、相変わらずもね、もうイラコは、もうこれ、台風、ウェーブハントとか言ってちゃいかん気がしますね。もう、基本的に、海に来たら、勝手にウェーブハントでになってますね。これ完全に。はい。まあ本日はですね、昨日のちょっと情報で、昼間のロコがいいということで、まあ今日は週末なんですけれども、ちょっとロコに来ました。かなりね、他のポイントちょろちょろっと見たんですけど、かなりね、他のポイントよりかは、ロコは落ち着いてですね、まあサーフィンできるようなカインドかなっていう感じはしますけど、それでも周期が高いんで、やっぱりセットが入るとちょっと、まあ白気になる感じですね。まあただサーファーは、週末にしては少なくて、結構こうまばらにサーファーがいるので、まあ、サーフィンをするにはやりやすい状況かなって感じはします。まあ今日ちょっと僕一人なんですけど、相変わらず刺身のね、イベントがありますので、日本フィッシュね、今日も乗ってくんですけれども、まあ、この間のね、ロングビーチで苦戦しまくっちゃったんで、今日ロコのライト、フィッシュどうなんだろう。僕ね、結構ね、こうロコとか、ビーチでフィッシュ乗るのって苦手で、まあ、フィッシュケーキだったらいいんですけど、こういうね、クラシックフィッシュみたいな、レトロフィッシュみたいなのはね、やっぱちょっとなんか難しいなって感じがしますけど、まあでもね、今日はロングライト割れてますし、レフトもね、結構来てるんで、まあ、皆さんにね、ちょっとそんな、今日のロコっていうのをね、お伝えできればなと思っております。B さん、この辺に脱がないとまずいかな。忘れちゃいそう。いや、それにしても、ファイパンタッパーですけど、熱すぎますね。さあ、ここに置いて、走る。8。インサイドに人がいますね。何名か。まあ、堤防横を際から出て、まあ狙っていくしかないですね、切れ目をね。でもやっぱ引いてるんで、今ロータイドの時間帯来たんで、やっぱ引いてますね。あ、引いてますね。やっぱ切れてますね、波がね。あ、ショートボードも結構乗れてますね。あ、いいですね。まあ僕はちょっと、今日はもう、ショートボード乗りません。はい。まあ、何はともあれ、もう暑いんで、もう海水に浸かりたいって感じですよね。はい。それではね、行っていきたいと思います。いやー、1本目から超ロングライドでしたね。いやー、もうね、本当に堤防のアウトキワキワっていうか、もうちょっと堤防かかってるぐらいでテイクオフして、ちょっとね、やっぱ東上に入ってるんで、ちょっとねライト閉じ気味なんですけど、でもインサイドに乗っていくとめーちゃロングショルダーで、もうちょっとスウェールディレクションいいやつだと、多分前から波が被ってこなくて結構アクション入れる波だと思いますね。いやー、これ10本乗ったら終わりですよ。
はい、今ねアウトに着いたんですけど、これ見てください、これこれロコの超堤防アウトです。ここ今ブレイクしてます。見てください、これこのロケーションですよ。ここが管理棟ですね。ここもテトラポットで吸い込まれたらおしまいです。ここのアウトでね、ちょっと堤防に向かって抵抗する感じですね。スリルがやばい。いやマジで疲れた。もうね、疲れすぎてやばいっす。今ねロコの堤防際にいますけど、いやもうめちゃ疲れた、やっぱまだ5本ぐらいしか乗ってないんじゃないかな。もう無理、10本とかも無理。もう10回テイクオフしたらいいとこっすね。すごいゲッティングがね、まあまあきつくて、ほんとね、この堤防からまあまあアウトに行かなきゃいけないんですけど、流れがやばくてね、ああ今もこれ流されてるんですけど、完全にねもうこのままパドルしてっちゃいます。最高。おーすごい流れ、速い。アトラクションみたい。
まあ、ロコ良くないって言っちゃうとちょっと語弊があるんですけど、でも良くないです、はい。まあ、良くない、難しい、良くないわけじゃないんですけど良くないんです、はいはい。いや、自分的に良くないだけですよね。あのいい波乗ってる人はいました、はい。まあ、僕ちょっと今回あのロコすっごい引きのタイミングで入ったんですけど、遥か彼方からブレイクしてて、いやあれ乗りたいなーって何回か思ったんですけど、東大の方、はい。ただちょっとさすがにテトラポットの前をね、15メーターぐらい走るのちょっとビビっちゃうなと思って、まあそれでもね、少しねテトラポットにかかったようなテイクオフはしてたんですけど、まあいかんせん引きすぎてて、あそこからコリコリでもうインサイド行くと水がないんですよね。でなんかもう速くなっちゃって、もう少しね潮が乗るといいんじゃないかなって個人的には思いました。なのでまあ今昼過ぎなんですけど、まあ、ここから徐々に良くなっていくんじゃないかなと思います、はい。で明日はもう正直ちょっとどこもクローズじゃないかなと思いますね、この感じは。なのでまあ静岡なり、まあ、どっか行こうかなって感じはしてますけど、ちょっと今のところまだ未定でございます、はい。ちょっとねもうフィッシュ乗りすぎてちょっと飽きてきたんで、ちょっとなんか板買いに行ってきます今日、今からお店行って、はい。なのでちょっとねこのままお店行きたいと思います、はい。疲れたらもう10本も乗ってないけど、まあでもロングライドできたからよかったですかね、はい。贅沢は言っちゃダメです、はい。ということでちょっとお店に向かいます。何自分で撮影してて何もうなんで体調悪い、ともちゃん体調悪いです、本当悪いガチじゃんそれ。あれ糸結構なくなった、はい。おらあらあれここもなんか開いちゃって、おら、おー、これいい色ですね、これこれいい色ですよ、これこのいいやん、いいね、いや、これいいボードだね本当に。あれ、これなんだ、あ、このいいやんもいいじゃん、このいいやんもいいやん、ちょっとなんか板、もう日本フィッシュ変えようかな。え、なんか変えるのある今日、今貸してんだよ全部、うん、何が良かったの、もうちょっとツインピックス、ツインピックス、これ、あるじゃんあるじゃない、いやいや、ないかなと思って、ないないじゃん、ないじゃない、いや、ないないじゃない、ないからあるのから言われたら、あるのかなって言ったらない、だから ないかなと思ったから、俺がはい、じゃあちょっと今回ちょっと板ないそうなんで、あの F16、3D の F16 買います。これあの元々ツインピークス の、まあ、あの元となったモデルですよね、はい。これをちょっと僕がウェーブハントしに行くところに、ちょっとでかそうなんで、ちょっとこいつこれ6ぐらいないとダメなんですけど、511でこれでちょっと行きたいと思います。もうワックスないんで、ワックス今塗って、もうスタンバイ OK しときます。体調悪い体調悪い人がいるんで、はい。じゃあ皆さんちょっと僕来週波狙うんで、ちょっと期待しといてください、はい。ということでいってらっしゃい。どうするどうする、いってらっしゃい。